今回は豚汁です。あなたの作っている豚汁はそれ豚汁ですか？もしかしてそれって野菜、豚肉、具沢山、味噌汁ではないですか？なんかコクがないとか味が薄いとか言われませんか？マキマキのまかない食堂。寒くなるとさ、豚汁作ってくれるけどさ、なんかいつも味が薄いっていうか、ちょっとコクがないっていうか、言いにくかったんだけど、言っちゃった。え、そう思ってたの？そういえばなんかいつも微妙な感じだったもんね。出汁が足りないのかな。お砂糖、醤油、みりん、どうしたらいいの？そんな時は炭焼きワイン食堂のまかない豚汁にお任せあれ。材料です。豚汁なのでまずは豚、今日安く買えました、ラッキー。あと大根、根菜類、人参、好みで例えば里芋だったりじゃがいもも合うと思います。と油揚げ、ごぼうにネギ、それぞれのご家庭でお好きな具材をご用意ください。あと、普段のお味噌汁作るお味噌、お好きなお味噌だったり顆粒だし、人それぞれやり方もあるかと思うんですけれども、昆布だしがいいとか、お好みのものをご用意ください。材料でだしも紹介しましたが、炭焼きワイン食堂の豚汁はだしは一切使ってません。お野菜から味が染みててだしいらずです。お味噌は今回信州味噌を使いましたが、合わせ味噌だったり赤味噌だったり、その時ある好きなお味噌で大丈夫です。豚汁って100家庭あれば100通りの味があると思います。各ご家庭で好きな具材を入れるのがまた楽しいと、そういうお料理だなと思います。大切な人が喜んで、好きな具材を食べてくれるって、幸せ。じゃあ具材が切れました。こんな感じです。各ご家庭のご都合に合わせて、お時間が早い方が良かったら薄切りだったり、でもまあ、こう歯ごたえがある方がいいわってことだったら乱切りだったり、ごぼうも今回は火が早く通るようにささがきにしましたが、乱切りでもまた美味しいと思います。ごぼうはお水にちょっとさらして、油揚げは、湯通し、熱湯を裏表にかけて油抜きをしました。ワイン食堂のまかない豚汁は煮込まないのが正解です。ここが今回の最大のポイントです。炒めるんです。油で炒めて旨味を閉じ込めて野菜の甘みが出ます。油を引きました。火をつけて、癖のある野菜からまずは炒めていきます。まずは人参、人参が一回り小さくなったぐらいで、続いて癖のあるものごぼうを入れます。続いて大根入れます。じゃあネギ入れます。
で野菜がある程度炒まったのでお肉入れます。お肉を先に入れちゃうとお鍋にくっついちゃうので少し底が焦げてしまったのでお水を入れて修復しました。豚肉に火も通ったので油揚げ入れます。この炒めるっていうのが今回のポイントなんですが、イタリア料理でいうところのソフリットなんです。フレンチでいうところのミルポワです。ソフリットは油を熱して玉ねぎやニンニクと人参やセロリ、キノコなど、香味のある香りの味、香味のあるお野菜を素材を炒めることで素材の旨味が引き出されて、また素材の香りが溶け出す効果があります。なのでワイン食堂の豚汁はソフリットのイタリア料理の料理法を使った豚汁なんで美味しいんです。炭焼きワイン食堂の煮込みのお料理はこのソフリットを時間をかけて丁寧に作っております。例えば玉ねぎをチーすえ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 汗ばむわ。お野菜に汗をかかせるように玉ねぎ、セロリ、人参などをこうみじん切りにしたものをじーじーじーと焦げないように時間をかけて、そこから具材を入れてからさらに2時間近く煮込んで煮込みのお料理は作ってます。野菜が炒まったので水入れます。じゃあ沸きました。沸いたので火を止めて味噌を入れて完成です。お待たせいたしました。出来上がり。ごちそうさまでした。今回の豚汁はお野菜から味が染みて美味しかったです。油はサラダ油を今回使いましたが、ごま油使ったりする方もあります。例えばそういったちょっとコクが欲しかったら最後にごま油をちょっと回し入れたり、まあ香り付け程度に、あとは生姜なんかもちょっと入れたりすると、また寒い時期になってきたら温まるんじゃないかなと思います。もし余っちゃってアレンジするとしたら、おうどんを入れてもいいと思いますし、あとカレーをちょっと入れて伸ばしてあげてもいいかなと思う。具材がたくさんありますので、他にはそうですね、もう具材だけ、例えばもう茶碗蒸しの具にしてしまうとか、そんな風なリメイクもいいかなって思います。あと元バスガイド的に申しますと、よく豚汁とけんちん汁の違いって何？なんて話題に上りません？けんちん汁というのは、鎌倉、臨済宗の総本山、建長寺派のお寺でできたもので、建長寺汁、建長寺汁、建長寺汁、けんちん汁になったので、根菜ですとかお野菜を入れたりもするんですけれども、豚肉が入らないのが特徴です。精進料理、お寺で使われる、お寺で、食材召し上がられるものということで、そこにタンパク源としてはお豆腐を入れたりします。ミニミニ豆知識でした。では今回はこれにて失礼。
バイバーイ。